皆さんこんにちは、ランダルブリュージです。でも今回はテーブルのグッダンスリーパープキューとセガサダン版日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はミッドウェイの攻略ね、苦戦の末に行うことができましたので、今回は次の作戦としていよいよ帝国海軍悲願ともいえるハワイの攻略作戦、これを行っていきたいと思っています。まあ、ただハワイはやっぱり守りがねとっても固い、まあ、それが想定されますので、しっかり準備も行っていきましょう。ではまずですね、軍令部に行ってハワイ攻略作戦を受領していきます。現在の、まあ、帝国海軍作戦目標はですね、オーストラリア方面攻略なんですけども、これをハワイ攻略作戦変更してもらいます。オーストラリア方面の話で言うと、ニューギニアで苦戦をしていてですね、上枠を取ったり取られたり、まあそういう戦いをしていたので、まああの作戦失敗というね、軍令部総長からのお叱りの言葉があっても、まあ致し方ないのかなっていうのが実情です。まあですが、これは先ほどお話したハワイ攻略作戦、これをね、成功させることによって一気に挽回をしていきたいと思います。では早々にハワイ攻略作戦へと着手していきたいと思います。ではそのハワイ攻略作戦に投入する艦隊ですね、ご紹介しておきましょう。まずこの作戦の機関を務めるのがヤマト、所属は第2艦隊になります。ここには戦艦ヤマト、その他に武蔵と長門も配備してあります。簡単に第一戦隊だけご紹介しておきましょう。こちらが長門ですね。そしてヤマトに武蔵、まあ、こういう陣容になっています。まあ、砲撃戦でしっかり対応してもらおうというところですね。陸戦隊ももちろん積んであります。続いて第三艦隊です。ここはいわゆる空母機動部隊の中核になっていまして、機関は巡洋ですね。で、まず第一戦隊なんですけども、正規空母が、まあ、2隻という体制ですね。雲竜と、費用というところになっています。で、第二戦隊も、雲竜型の正規空母2隻ですね。天城と葛城、これを配備してあります。第三戦隊は、残念ながら正規空母の数が足りなかったので、随分ね。これは軽空母になっています。艦載機は30両です。第4戦隊は、まあ、巡洋艦を積んでいるというところですね。続いて第4艦隊ですが、こちらは軽空母のみの編成になっています。なので、火力はね、少し、まあ、低いかなというのが正直なところなんですけども、まあ、保管するような位置づけでこちらも出撃させていきます。そして第5艦隊ですが、こちらはですね、航路艦随格、それにシナノを配備した空母艦隊という形になっています。こちらが随格、そしてシナノというところですね。それに航空戦艦も2隻配備してあります。伊勢とヒューガですね。これらを使って一気にハワイを攻略していきましょう。では最大戦速でハワイ攻略に入っていきます。ではハワイに攻撃仕掛けていきましょう。まずは第三艦隊からですね、まだ距離あるので敵に発見されていない状態だと想定してですね、前期発進攻撃に向かわせます。全180機ですね。まあ、まずこの一撃目で敵の直撃機どれだけ減らせるかですね。
まあ、ハワイの基地はね、最近お伝えしている通り、かなり防御が強固だと思われますので、まあ、波状攻撃に波状攻撃を重ねていくという戦い方をね、しっかりやっていきましょう。で、敵はサンダーボルトなんかが、もう配備されてますね。まあ、なので、これらと、まあ、戦っていくことになりそうです。まあ、今回のハワイのこの攻撃で、確実に日本軍が迫ってきているということを知ったと思いますのでね。これからは防空、しっかり警戒していきましょう。続いて、第5航空艦隊からも、全128機ですね、出撃します。波状攻撃仕掛けていくので、まあ、敵の直縁の数はね、まあ、徐々に減っていくという想定で、ここも全力攻撃仕掛けていきましょう。ハワイの基地司令は、ツイストですね。まあ、守備隊が、まあ、97、飛行場が5。まあ、これだけ見ても強いですね。ミッドウェイの、まあ、単純に2倍の防御力を持っていると言って良さそうです。ここまでのところ、敵の基地航空隊の攻撃を受けずに接近できています。このまま、ヤマト、ムサシ、ナガトがですね、真珠湾に突入して艦砲射撃で敵基地を、まあ、蹴散らせるっていう展開が一番理想的ですよね。まあ、そのね、結構のためにも空母艦隊による波状攻撃、これをねしっかり行っていきましょう。第3艦隊全200機ですね、敵の直縁30上がってます。ここである程度敵の直縁機減らしたりできるとね、攻略への、まあ、道筋、巧妙が見えてくるかなと思いますので、まあ、ちょっとそこをしっかり意識しながら、部隊をね進めていきたいと思います。では、このまま波状攻撃続けていきます。被害も広がってきているので、ヤマト武蔵の突入、これにかけたいですね。では、夜の22時。まあ、夜の10時ですね。ハワイにヤマト武蔵が、まあ、夜の闇に紛れて、突入できる状態になりましたので、突入していきます。これで敵のね、要塞を、撃破して回りましょう。まあ、最悪、ここでね、ヤマト武蔵が仮に攻撃を受けたとしてもですね、このハワイを徹底的に仕留めていく、倒していく、まあ、そういうね、ところで戦っていきたいと思っています。まあ、目標は完全に飛行場に絞ってもいいかなと思いますね。まあ、幸い飛行場がそれなりに近いところにありますからね。で、飛行場まで距離が届かないものは、やっぱり砲台を倒していくというところをね、しっかりやっていきたいと思います。上陸するにはまだ早いタイミングかなと思いますので、まあ、上陸はせずに、ここは、まずは、敵の、要塞を破壊していくっていうのを優先します。まあ、ひたすらハワイの敵飛行場を攻撃してるんですが、ヤマト武蔵の46日主砲をもってしても、やっぱり1ターンで完全に破壊し尽くすっていうのが難しそうですね。まあ、それでもね、確実に削ってはいますので、この後の空母艦載機による攻撃なんかでも確実に飛行場を削っていってですね、できるだけ早く飛行場を無力化したいですよね。はい、敵砲台からの攻撃で従順一隻失っています。まあ、このままですね、飛行場を無力化してまいります。現地ハワイちょっと雨が続いているので空母艦載機使えていないんですけども、まあ、これ実は絶好の好機でもあってですね、再び、ハワイに、ヤマト、ムサシ、ナガトを突入させます。そろそろ、陸戦隊も本格的に投入してもいいタイミングかなとも思うんで、まあ、ここは、タイミングを見て、陸戦隊も下ろしていきたいと思います。はい。飛行場残念ながら耐久1残しです。
もう一撃加えられれば、ハワイの飛行場を壊滅させられたので、残念ですね。ただこの奇跡の雨、恵みの雨、この間にやっぱりできるだけ敵を削っておきたいので、どんどん攻撃戦を展開していきます。まあ、ただその分嵐でもあるので、味方の艦艇、艦隊にもダメージが出てますね。まあ、ただこの嵐に紛れてハワイを強襲するこの作戦は、悪くはないですよね。味方にも損害、まあその天候によるダメージというのは出ますけども、ハワイの基地航空隊の大規模な空襲を受けずにここまで接近できてるっていうのは本当に稀なことだと思うので、まあ、これをしっかり活かしましょう。この時期、まあ、つまり2月なんですけど、2月のハワイとかってどうなんでしょうね。まあ、台風とかね、まあそういうものがあるのかどうかというところなんですけども、まあ駆逐艦が沈んでいってますけども、これはまだまだハワイの基地航空隊の攻撃を受けるよりはマシだと、まあそう信じて、ハワイで攻撃続けます。さあようやく嵐が一段落しましたね。まだ雨降ってますけども、再びハワイの基地に対して攻撃戦展開していきます。ようやくハワイの基地攻撃を行って破壊できましたね、飛行場ですが。この後は敵の防衛守備隊ですね。これの無力化を行っていきます。では、第五航空艦隊を使って、ようやく嵐が明けたハワイに向けて攻撃隊と、あと艦隊自身も進出してですね、陸戦隊を下ろして一気にハワイを制圧、占領していきたいと思います。まあ、嵐の中で砲撃で敵の要塞、あるいは航空基地を破壊できたというのはむちゃくちゃ大きかったですね。はい。敵の陸戦隊、守備隊を排除して、ハワイド、占領、完了です。まあ、激戦でしたけども、やっぱり嵐っていう、まあ、天を味方にできたというのが大きかったですね。これによってハワイのね、すごい航空隊の攻撃を受けることなく、ハワイのね、まあ、要塞を無力化できたというのが大きかったかなと思います。日本はついに真珠湾を攻略、長年の悲願をようやく達成したのである。日本国民はこの快挙に、まあ、喜んだということですね。まあ、確かにこのハワイ取れたのは大きいですよね。まあ、ジョンストン基地など周辺を制圧して、まあ、この太平洋のね、制海権というものを確固たるものにしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。